皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカーをお届けしていきます。今回最初のコースは昨日のラストに遊んだ方のコースで、ブルーさんのスピードラン、ボムを使ったスピードランの20秒コースのようです。ベストクリアタイム19秒8、結構ギリギリ。クリア率も 0.94% と低めなので気合を入れて頑張っていきましょう。ボムを使ったってことは乗り継ぎとかがあるのかな。あー危ねえ、投げるんだ。はい、投げ入れるタイプだ。この矢印のところに入れてやればいいのね。 OK、 わかりました。投げて投げて投げる。次は上に投げ入れるんだったか。ジャンプ、はい。あ、ここは投げ入れるの下だった。いや、その違いはちょっとね、初見じゃわからないって。投げ入れるところを瞬時に判断していかないといけないな。下、しまった、また下だった。ここが反応できないわ。結構ね、あのコースの作りがごっちゃごっちゃしてるんで、どこに入れるのかがちょっと見えにくい。よいしょ。まあ慣れていくしかないのかな。おい、こっち。あれ違った、違ったかな。実は下、よし、下、下、これでスピンか。 OK、 そしてそのまま走っていく。るここもスピンか。あれスピンだよね。よいしょ。基本的にはずっと走っていけば OK っぽいんで、タイムはきっと大丈夫かな。スピン、OK、スピン乗り継ぎ。これは勝手に走ってくれるタイプか。 OK、 ゴール。さっき惜しかったわ。そうだよね、ボム平コースって言ってるんだから、スピンジャンプだろうって予想しなきゃダメだったのかな。なんとかクリアできてよかった。スピードラン、ボム兵さんのコース20秒のクリアしましたよ。うまく喋れなかった、ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、お次は今のが激しかったんで、次は自動コース遊んでみたいと思います。半自動ですね。トヨヨさんのキープウォーク、右長押し、徒歩1分の道を20秒で駆け抜けろ。こちらのコース遊んでいきたいと思います。遅刻遅刻、いいね、そういう出会いも素敵です。今まで結構長いこと生きてきましたけどね、パンを食べながら歩いて学校に向かっている女生徒なんか、女生徒学生さんなんかね、一回も見たことないですからね。自分が学生だった頃も含めて、見たことある人いますか。そんな人かなり浮いてますよ。そうしたらね、地域で、あの子ね、あの時パンを食べながら歩いてたりしたのよとか、きっと噂されちゃうから。そして相変わらずすごいトヨヨさんの半自動コース、トヨヨさんとウササさんがコンビを組んだら無敵ですからね。当たらないのかーい。これ20秒で駆け抜けろって書いてあったような気がするけど、ダッシュでもいけるっていうこと、まさか。次はダッシュでやってみましょうか。一回クリアしたらトゲコンボに当たらないで避けていく。次はキラーを使ってテレサのリングの間を抜けていって土管にお邪魔します。残り5秒。本当にクリアできる。バネの動きがすごいよ。これでテレサを避けてゴール。マリオタイム。わー、よし、次は走っていけるのか試してみよう。20秒でクリアできるって書いてありましたよね。いいねを押してスタートからやり直す。徒歩1分の道を20秒で駆け抜けろ。今度走ってますよ。本当にクリアできるのか。いや、できなかったどういうことだろう。右ダッシュではいけなかったということは、自分で手動でスピランで行けよということなのかな。興味のある方はぜひ試してみてください。次はこちらのコースにチャレンジしていきたいと思います。コウタロウさんのニヤカです。熊佐川トラバブアットマーク企画担当さん、こちらのコース遊んでいきましょう。パーパーコース久しぶりだな。いや、多分パーパーコースだよね、書いてあったし。熊佐川さんのコース、演奏系か。あ、
ドラクエっぽくなかったかな今の。ドラクエのオープニング序章序曲どっちでしたっけ。あ、全然違ったわ。でしょ、これはバネを避けていくステージ。よっしゃ、そしてパーパーするステージ。パーパー久しぶりだ。潰れる潰れる潰れる、潰さないでよ。よし、結構でもこれバネはすり抜きができるからそこまで苦労するよね。そうだよね。パーパー、あの扉に入ったら中間かな。ここはうん、今の左側から行くのが安定。ここも無理せず最後のバネで飛んでいっちゃえば OK だと思うんだよね。よいしょ、超えてきた超えてきた。パーパーやだね、ここ絶対死ぬんじゃん。下からリスタート。これはあれだ、押しちゃいけないやつだ。あれ違った、半自動じゃないの。半自動でしょ。もう10秒ぐらい待ってみるよ。これで半自動じゃなかったらどうしよう。ほらクリアできた。半自動、全自動か。いやまさかの東洋さんのコースに違えて連続で自動系のコースになっちゃうとは思わなかった。トラバブ企画担当さんのコース詰め合わせっていう感じでした。熊佐川トラバブアットマーク企画担当さん詰め合わせコース、幸太郎さんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、今日のラストはこちらのコースを遊んでみたいと思います。いいねランキング世界の簡単の第3位、スターを利用した全自動ピタゴラスイッチ、カカさんのコース遊んでみたいと思います。今回はね、なんか自動コースとかが多くなっちゃったんで最後も全自動で締めてみようかなと思います。ピタゴラスイッチってやつですね。うん、ドラウマ界にスマブラさんという方がいるんですけどね、彼がピタゴラスイッチの動画を時々上げているので、もしよかったら見に来てくださいね。次はどうなる、メットが出てきてファイヤーが上に登っていく、面白い動きしてんね。でピンスイッチが切れるのかな、切れないのかな。あ、切れた。ゴム兵爆発からのノコノコが吹っ飛んできて、タワーブロックを叩いて、スターが怖い、目が光ってる。キノコをドスンで持ち上げたり、ブラックパックンで持ち上げたり、スターが動いたり、何を喋ればいいのか目まぐるしいな。今度はまたファイヤーが出てきて、ボム兵が動いて、ベッドが持ち上げてって、もうすごすぎるわこの作り。スターのピタゴラスイッチ、これ最高に面白いね。このコース自分で操作してるんじゃないのにこんなに面白いとは思わなかった。これ今一応上をしてます。どっかで鍵が出てくるんでしょ、スターが切れる前に。そうだよね、信じてるよ。でもどこにあるんだ、スターも鍵も。おお、ボム兵が出てきた。これでパウブロックを叩いて鍵ゲットじゃないんかい。スターがまたブラックパックなしてるけど、お、今度は靴クリボーが出てきた。さっきまでもいたかな。次はどうなる、これで左側のパウブロックが叩かれるでしょ。そうすると右上のブラックパックが倒されて、右上のボム兵が今度は着火。そうするとスターが下に落ちるんじゃなくてキノコが出てきた。これでキラー放題のところを塞いでいるブロックが壊されるんで、何が出てくるんだ。なんとトゲメット、こいつがのそ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 ゆっくり動いてきて、ファイヤー落として真ん中や上部のボム兵を着火。キノコを運んできてスターを落とす。でスターがまたボム兵を出して、マリオのすぐ左側のキラー砲台から出てくるものはメット。メットが今度は上に行って、おー入れたー。お次は、お次は、待って待って、このコースもしかして結構長い、さっきから一応ずっと上押しっぱなしにしてるんですけどね、動きはすごいんだけどね、そろそろ何を喋っていいのか分からなくなるよ。これは実況しなかせのコースでございます。今どこが変わってるんだ、よく見ないと分からない。とりあえずね、バネがドスンをピョンピョンするんじゃしてたり、あ、上の方で今何かが変わった、メットが発射されて、どこが変わっているんだ、皆さんしっかり見てくださいよ。いいですか、今私全然わからなくなってる。あ、スターが動いてボム兵を出したね。これでまたボム兵を塞いでる穴が塞がる、違う、おお、そんなところに鍵が入ってたのか。
ピタゴラスイッチ。いや、すごい。このコース、ランキング1位に入ってもいいんじゃないの？超面白かったわ。スターを利用した全自動ピタゴラスイッチ、タカさんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール。バイバーイ。